えそれではですね最初の講演としまして、えー、中田先生にですね量子情報量子の奇妙から情報へ情報から物理へというタイトルでお話をいただきたいと思いますどうぞよろしくお願いしますあどうもご紹介ありがとうございますえー、皆さんおはようございますえー、京都大学で、えー、基礎物理学研究所で研究をしている中田と申します 本日はですね、えーまあ、私の、えー、専門分野である量子情報っていうものについて、ちょっと皆様にご説明できればと思います。まあ、あの今日は市民講演会ということであの、いろんなレベルの方がいらっしゃると思いますので、わ、えーまあ、割と基礎的なところから始めて、まあ、分かりやすくお話できればいいかなというふうに思っております。でまあ、内容に入る前にですね、まああの、私の少し自己紹介をさせていただきます。 まあ私もともと大阪の出身でして、大学で東京大学に行きました。で、東京大学の学部時代、在学中に、当然物理学の勉強もするわけですけれども、その中でその数式を用いることで、この世界を正確に理解できるんだよっていう、そういうふうな考え方が非常に面白いなとあの惹かれまして、物理の研究の道に進むことになりました。でまあ研究… 研者になるとなると、えーまあ、学部を卒業して大学4年間を終えた後に、まあ、修士課程と、あとその上に博士課程というのがあって、まあ、それで研究者になるという、まあ、そういう道筋になるんですけれども、まあ、私はです、ね、その修士課程に、まあ、当然進んだんですが、ちょっと変わった経歴を持ってまして、実はこの修士課程の後にですに、ねえー、2年間、えー、博士課程を休学して、えー、青年海外協力隊に参加しておりました。でまあ、った国はアアフリカのエチオピアですね まあここにちょっと地図を用意しましたが、まあ、日本っていうのがここら辺にあって、でまあえー、エチオピアっていうのは、えー、アフリカの東の方、まあ、ここがエジプトなので、まあ、大体地理関係わかるかなと思いますが、そこのエチオピアで、えー、もそのエチオピアの中でも片田舎の方で数学の先生を2年間やっておりました。まあ、これがあのもう私の。 授業ですね、まあ。小さい掘ったて小屋みたいな、えー、クラスなんですけれども、まあ、そこで数学を教えたりとか、まあ、あとあのスーパーマーケットとかもないので、まあ、こういった露店でも、えーまあ、物を買って何ていうか、まあ、調理して、まあ、行きないといけないので、まあ、ご飯も作ったりしてたというふうな経験があります。 まあ今日はもちろんこの話をするわけではないんですが、まあ、あのよく聞かれるのは、なぜ青年海外協力隊に行ったんですかってよく聞かれるんですけれども、まあ、単純に発展途上国で一回暮らしてみたかったなというのが、えー、まあ当時ありまして、まあ、ニュースとか見たら、発展途上国なんか貧しいこととかがいろいろ強調されるわけですけれども、まあ、なんか分かった気にならないと、じゃあ一回住んでみようというので、まあ、あの軽い気持ちで行ったというのはあります。 でまあ2年間やって、今から思うと、まあ当時すごくやりたかったことなので、まあそういった当時やりたかったことに挑戦できたっていうのは、まあ今から思っても非常にいい経験だったなというふうに思っています。まあ今日、ひょっとするとあの若い方もいらっしゃるかもしれませんが、もしそのなんか挑戦したいけど、なんかこれ挑戦しちゃうと将来どうなるんだろうみたい、そういうふうに悩んでいる方がいるとすれば、まあ挑戦しても2年間とか3年間とかだったら人生長いので、あのー、あんまり。 なんていうか挑戦した方がメリットがあるよっていうのはちょっと伝えたいなというふうに思います。で話はそれましたがちょっと自己紹介に戻りますと、まあ、その青年海外協力隊2年間終わった後にとに、えーまあ、やはり物理の研究者になろうという決意が固かったのでその後博士課程を無事終了しまして。 でその後、ドイツとかスペインとかまた東京大学とかそういったところでポスドクなどの研究経験を経て、えー、昨年の8月からですね8月だったと思いますが、えー、京都大学の現職に就くことになりましたで、えっと、一番初めに申しましたが、えー、私の専門分野というのはいわゆる量子情報科学と言われるものになりますまあ聞いたことがある方もいるでしょうし初めて耳にする方もいるかとは思います でまあ、わざわざ色をかけてあの分けて、えー、書いてあることからも分かりますとおり、この量子情報科学っていうのは、2つの研究分野のなんか融合、合体させたような、そういうふうな研究分野になっています。でまず、この初めの紫で書かれている量子ですけれども、これは物理学における量子力学のその量子を取ったものになっています。でまあ、後ろの情報科学っていうのは、そのまま情報科学ですね。 なので量子情報科学を理解しようとすると、まあ、この2つをざっくりと理解できれば、何やってるかっていうのが大体わかるわけです。でまあ、簡単なのはおそらく情報科学の方うで、まあ、ざっくりというと、まあ、皆さんおそらく今回、えー、Zoom での配信なので、えーまあ、何らかのパソコンとかスマホとかでご覧になってると思うんですが、そういった情報機器ですね、コンピューター、インターネット、また暗号とかもそうですが、まあ、こういったものを研究するっていうのが、当然情報科学という研究分野になるわけです。 で一方であの、物理とか大学で取っていた方はもちろんご存知かと思いますが、そうじゃない人にとってはちょっと馴染みのない、えー、言葉かもしれないのが量子力学と言われるものになります。でまあ、量子力学って何だよっていうふうにこう聞かれるとです、ね、なかなか一言で、えー、答えるのは難しいんですが、そういう時は w はウィキペディアにちょっと頼ってみて、えーまあ、量子力学っていうのはですね、えー、一般相対論などとともに現代物理学の根幹をなす理論、本当に基礎的な理論です。として主とししてて主 えー、分子や原子、電子などの非常に小さなもの、小さな物理現象を記述する力学というふうに、ウィキペディアには書かれています。まあ、実際こでは、もう少し噛み砕いて、えー、ご説明しますと、まあ、この世界、宇宙には、まあ、いろんな大きさのものっていうのがあると思います。 まあ、例えば人間っていうのをまあ中心に今書きましたが、まあ、人間より、えー、もっと大きいものをあげなさいって言ったら例えば地球であったりとか太陽であったりとかそういったものが宇宙には存在するわけです。でまあ、太陽っていうのは非常にもう大きいわけですけれども、まあ、宇宙のもっと遠くまで行くと例えばブラックホールっていうもっともっと大きいものがあったりとか、えー、そういうふうな、えー、非常に大きなものもこの宇宙には存在するというのはご存知かと思います。 でまあ、一方で,です、ね、まあ、人間より小さいものに目を向けていくと、まあ、ここにわざわざりんごとか書きましたが、まあ、特に意味はなくて、まあ、人間より小さいものっていうのはいっぱいあるわけです。で、どこまでこう小さくしていけるのかなっていうふうなことを考えると、まあ、一応、すぐにたどり着けるのは原子とか分子とか、まあ、そういうレベルかと思います。で、現代物理学が目指していること。 まあ実際達成していることっていうのはこの原子っていうものすごく小さなスケールからブラックホールとか宇宙とかそういったものすごく大きなスケールまでいろいろなものを統一的に理解したいこれが現代物理学の目標であり、まあ、割といいところまで来ているという感じになりますで、まあ、例えば人間とかリンゴの動きを、えーまあ、数式で記述しようとするといわゆるニュートン力学といわれるものを使えばあの未来を予測できるようになるわけです で一方で、ブラックホールとかだと一般相対性理論というものを用いたりします。で、まあ、今日の話というか、まあ、量子情報科学が着目しているのは、この原子を支配するルールを、えー、与える量子力学と言われるものになります、まあ。この後にもうちょっと詳しく説明しますが、この量子力学っていうのは、まあ、原子のいろんな運動とか現象を説明するものになっていて。で この量子力学と情報科学を合体させたのが量子情報科学なので、まあ、そこで何をやっているかというと、この量子力学で現れるような、そういった現象、もしくはルールですね、それを情報処理、コンピューターとか暗号とかインターネットに用いることで、まれ、あ、わが日常的にやっていることよりももっとすごいことができるようになりますよと、そういうふうな研究をまあ一義的にやっているのが、えー、量子情報科学と言われる分野になります。 でまあ、それだけじゃなくてです、ねまあ量子、量子力学からこう情報処理っていうそれ、量子力学を情報処理に応用するっていう方向性だけじゃなくて、まあ、最近はです、ね、その情報処理的な考え方で物理を理解しようというふうな、まあ、研究もありまして、まあ、量子力学と情報処理を、えーまあ、なんていうか、2つのキーワードとして、互いにキャッチボールしながら研究を進めてるっていうのが、まあ、本当にざっくりとした量子情報科学がやってる、えー、外観になります。 なので,で、すね、まあ、今日はこの,ていうかこのサイクルですね、というのを少し皆様にご説明できればいいかなというふうに思っています。はい。ということで、まあえー、と前置きはこれぐらいにしてですね、まあ、今日の皆様にお伝えしたい内容、一応3つ用意してあります。ま,あ、まず1つ目は、やはり量子力学、えー、先ほどのようにちょっと戻って、この量子力学って何かと。 まあ、もちろんご存知の方もいらっしゃると思いますが、まあ、馴染みのない方もいらっしゃると思いますので、まずはその量子力学ってどういうものか、量子力学ってすごく不思議な理論なんですが、なぜ不思議なのかっていうのを少しあの噛み砕いて、えー、説明したいと思います。で、まあ、その後にこの矢印ですね、量子力学を情報処理に使うっていう、そういうふうな、えー、矢印で、量子情報科学ではどんなことができるようになるのか、そういったことを、えー、第2部というか、えー、で説明したいと思います。 で最後に少しだけになりますが、この情報という観点から物理学を理解するっていう、まあ、それについてまあ3つ目で理解すると。なので、量子力学、量子情報処理、そして量子情報から物理へという3部構成で、えー、話を進めていきたいかなと思います。まあ、残り50分ぐらいあるので、まあ、それぞれ、どうでしょうね、20分、20分、10分ぐらいですかね、のつもりで話をしていこうかなと思います。はい とということでまずは情報処理とか全部忘れて、えー、量子力学とは何かという話を少しさせてください。でまあ、先ほど言った通りですね量子力学っていうのは分子とか原子とか、ものすごく小さいものを記述する、えー、そういった理論になっています。でまあ、どれぐらい小さいかっていうと、まあ、例えば人間ってまあ1メートルぐらい、あのもちろん1.7メートルとか、まあ、それぐらいのスケールだとは思いますが、だいたいオーダーとしては1メートルぐらいの大きさなわけです。 でまあ、リンゴって適当ですが、10センチ、まあ、0.1メートルぐらいですね。で、まあ、我々が、えー、中学とか、それぐらいですかね、で習うのは、こういったリンゴとかをどん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 半分にしてですね、どん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 ,どん小さくしていくと、どこまでたどり着けるでしょうと。で、まああのー、中学ぐらいで習うと思いますが、えーまあ、原子ぐらいまではたどり着けますよということを習うわけです。で、まあ、この原子、どれぐらいのじゃあ大きさなんですかっていうと、 大いいののマイナス乗メートルぐらいの大きさになりますなので、人間を基準にして考えると、大体いい人間の100億分の1ぐらいの小ささにあるのが、まあ、原子とかそういった世界になります。でも、これ、100億分の1と言われても、ですねなかなかこうイメージがつかないというか、どれぐらい小さいのかっていうのはアイデアが湧かないと思うんですが、例えばですね、まあ、我々がすぐに大き,いと大きいものを思い浮かべると言って、例えば太陽。 ででっかいですよね、まあ、地球っていうのは人間よりすごくでっかくて、太陽っていうのは地球よりももっともっとでかいので、太陽っていうのはものすごくでっかいものという、まあ、直感的にそういうあのイメージはあると思うんですけれども、太陽っていうのは人間の10億倍ぐらいの大きさがあります。なので、太陽から見た人間っていうのはだいたい10億分の1ぐらいの大きさなんですね。で、一方で人間から見た原子っていうのは100億分の1なので、なんていうか、太陽から見た人間よりも原子っていうのは、まあ我々にとってもっと小さいものだよと。 なのでこういうふうに考えると、もう原子っていうのがどれぐらい小さいものかっていうのが、割と感触としてわかるんじゃないかと思います。でまあ、そんな小さいものを理解するっていうのがあの、全然簡単なことではないように思えるんですが、まあ、現代物理学というのはすごくてです、ね、この原子をうまく説明できるような量子力学というものが完成されて、量子力学を用いれば、原子のレベルで起こる現象をすべて予言できるようになっているわけです。 でまあ、この原子を、えー、説明する理論が量子力学で、えーまあ、我々量子っていう言葉を使って原子のとかそれぐらいの小ささの世界の話を量子の世界というふうに言ったりします。 でまあ、この量子力学なんですけれども、まあ、非常に不思議な、えー、理論になってまして、この量子の世界では本当に不思議なことが、えー、たくさん起こります。もう我々の普通の直感では考えられないような、そういった現象が原子の世界では起こったりします。さまざ、あ、ま不思議な現象ってあるんですけれども、き、まあ、今日はですねあの、ちょっと有名どころのトンネル効果って言われる、そういったあの量子の世界での現象を、えー、例としてですね。 その非常識な量子現象っていうのをちょっと皆様にご説明しようかなというふうに思います。まあもちろんあの今回なんかあの社会人の方も多いというふうに聞いていますのでトンネル効果知ってるよっていう方もいるかもしれませんが、まあ、トンネル効果を一つの題材として量子力学をより深く理解するというふうな感じで少しお付き合いいただければと思います。はい、ということでこれからはちょっとトンネル効果っていうのは何だよっていう何,何かっていう話をしばらくしていきます。 でえっと、まずあの、すごく唐突な話なんですけれども、ボールをですね、例えば1個壁に投げるとどうなるでしょうっていうことをちょっと考えてみたいと思います。すみません、すごく唐突な話なんですけれども、まあ、われわれの例えばスケール、本当にわれわれがボールを投げると、まあ,あの、子供の頃に壁当てとかやったことはあるかなと思いますが、そういうふうなことをするとですね、まあ、壁が十分頑丈でですね、壁に穴も開いてないというふうな状況であれば、当然、ボールを壁に投げると、 まあ壁に当たったっっボールがが跳ね返ってくるるとというふうなことが起こ起わけで,すでまあこれは別に何回やっても一緒でボールを投げれば必ず跳ね返ってくる、まあ、だから壁当てっていう遊びが成り立つわけですね。なので、まあ、すごく当たり前のことを今言ってるだけですが、まあ、壁にボールを投げると例えば100回投げたら100回ともちゃんと跳ね返ってくるよっていうのが、まあ、我々の世界での常識なわけです。 で類似のことをです、ね、原子の世界、すごく小さい世界でも、まあ、一応やることはできます。なので、先ほどはボールって1メートルとか何十センチとかいう話だったわけですけれども、もう10のマイナス10乗レベルの原子、すごく小さいものの世界で似たような実験をすることもできます。なので、やることっていうのは原子をなんか壁に投げるっていうだけです。 でまあ、この時、壁っていうのは、あの先ほどと同じで、原子が通れるような穴も開いてないし、なんか壊れることもないっていう、まあ、そういうふうな大前提は、えー、きちんと、えー、満たされるように、こういうふうな実験をすることができます。まあ、あと、やることは簡単で、原子を壁に投げると。で、まあ、そうすると、当然、原子だって壁に当たって、基本的には跳ね返ってくるわけです。で、まあ、何度投げても跳ね返ってくる。あそしたら、我々の直感と一緒じゃないかというふうに思うかもしれないんですが、原子の世界でこれをやってると、たまに、 この原子が壁をすり抜けて、壁の向こう側に行っちゃうことがあります。もちろん、この壁に穴が開いてるわけでもなくて、壁が壊れたわけでもなくて、壁には何も変化はないんですが、なぜか原子100回投げたら、たまにその原子がです、ね、壁をすり抜けるっていうことが起こってしまいます。で、この現象のことを、われわれ、まあ、トンネル効果というふうに呼んでいます。で、まあ、こういうふうにさらっと説明されて、 なんかもうすでに不思議だなと思うんじゃないかなと思います。例えば我々のスケールで同じような実験、本当に壁をボールに投げるだけですが、やると100回投げたら100回とも跳ね返るっていう風な、それが我々の常識なわけですけれども、原子の世界、量子の世界まで行くとですね、なんか100回投げたら、たまに原子が壁をすり抜けるっていう、もちろん壁は壊れてないし、壁に穴が開いてるわけでもな、ね、い。なのに、すり抜けるっていうことが起こってしまう。なんか、えっ これ、多分初めて聞いた人であれば、なんか私が嘘を言ってるように感じるかもしれませんが、実際にそういうことが起こると。これがまあちょっと量子の不思議なところになります。でも、もう少し噛み砕いて考えるとですね、このトンネル効果、壁をすり抜けるっていう、そのトンネル効果っていうのは、2つ不思議な点があるというふうに、えー、まあ私は思っています。でまあ1つは もう今、も強調したように、なんか原子が通れる穴もないし、壁が壊れたわけでもないのになぜか原子が壁をすり抜けてしまう。まあ、ボールがなんか壁当ての途中で壁すり抜けたらもう大事ですよね。でも、そんなことが原子だと普通に起こってしまう。これはまず一つ不思議な点だと思います。まあ、もう一つ不思議な点はですね、これ、原子がすり抜けるといっても、毎回すり抜けるわけじゃなくて、投げたら、ある時は跳ね返ってくるし、ある時はすり抜ける。 だから、すり抜けるといっても、毎回ではなくて、たまにすり抜ける。これも非常に不思議なあの点なわけです。で、全く同じ条件で、例えば原子をなんかあるときは思いっきり速く投げて、あるときはゆっくり投げると。で、速いときだけすり抜けるとかだったら、まだ理解できる。いやまあ、理解はできないですがあの、理解できるかもしれませんが、あのー、この全く同じ条件で、全く同じ速さ、全く同じ強さで原子を壁に投げたとしても、たまにしかすり抜けない。 毎回すり抜けけるわけじゃなくてたまにしかすり抜けないないので、こういったなんかたまにしかそういうことが起こらないよっていうのも、えー、トンネル効果の不思議なところになっています。で、まあ、これはもう本当に、まあまあ、ある意味実験事実として、まあ、認めていただいてもいいんですけれども、こういったものを説明するためにですね、まあ、量子力学っていうのは、我々の常識を超えてくださいというふうに言ってくるわけです。で、量子力学が教えることっていうのは、実はこの世界っていうのは、 我々の常識のように動いているんじゃなくて、少なくとも量子の世界に行くと、量子現象っていうのは本質的に確率的なものなんだよっていうのを教えて、えー、いるのが、量子力学になってまして、でまあ、こういった考え方に基づくと、このトンネル効果を、えー、ある意味、えー、理解することができるようになります。なので、まあ、これはトンネル効果の説明を終えて、でえー、っと次はですね、このトンネル効果を理解するために、量子現象が本質的に確率的なんだよっていうのを説明して。 でまあ、その後にこの確率的っていう考え方に基づいてトンネル効果がどう理解できるかっていう、そういうふうな順序で話を進めていきたいと思います。はい。で、まあ、これがトンネル効果だったんですけれども、えー、すみません、チャットが結構来てますね。えー、どうしようかな。すみません、たくさん来てるんですが、えー、まとめて答えた方が、すみません、一つ一つ答えていると、多分すごく長くなっていくと思うので、えー、まとめて後で答えたいと思います。 はい、ということで、えー、少しですね、その確率とは何かっていう話を、えー、まず復習してみ、えー、たいと思います。で、まあ、確率って、えー、例えば高校であれば、数学とかで習う概念だと思いますが、まあ、わざわざ数学を持ち出さなくても、日常生活で確率的な事象っていうのは、まあ、たくさん存在するかなと思います。まあ、例えばサイコロを投げたら、 あのー、6分の1で何1が出ますよとか 4, 4が出ますよとかそういうふうなものはあの確率的な現象の、まあ、典型例としてよく用いられると思います。あとコイントスとかも同じですね。まあ、その他でもですね例えば天気予報ってなんか30%の確率で雨とか言ってるわけなので、まあ、天気予報もある意味確率的な現象というふうに見ることができます。ただですね、こういった我々の日常生活で現れる確率な現象っていうのはこれ、 確率的に見えてるんですけれども、まあ、本質的には確率的ではないわけです。まあ、その意味はですね、原理的にはこういったサイコロを振るとか、コイント数をするとか、そういったことっていうのはまあ予測可能なわけですね。まあ、サイコロとかコイント数の場合、どうやって予測すればいいかっていうと、その投げ方をうまくコントロールすれば、ですね、まあ、出る目っていうのは決まるわけです。 まあ通常サイコロ投げるとき、コイントスするときっていうのは、まあ、暗黙の了解で投げ方はなんかこう適当に投げますよっていうのをするので、まあ、確率的に見えるわけですけれども、まあ、投げ方はうまくコントロールできる人であれば、マージャンだったらサイコロで必ず1を出すっていうのもできる人もいると思いますし、まあ、あとやればわかると思いますが、コイントスってあれ結構コントロールが簡単で、高い確率で表を出すようにとかいうのは自分の力さじ加減1つでできるようになります。なので、こういったサイコロコイントスっていうのは、まあ、投げ方、 を知っていれば、まあ、出る目っていうのは投げた瞬間にもう決まっているので、まあ、本質的には確率的ではないわけですね。で、一方で、天気予報っていうのも、まあ、似たようなもので、仮にですね、もう地球上すべての湿度とか気圧とかがすべて分かって、ものすごく計算時間かけていいのであれば、おそらく原理的には、まあ、翌日の天気っていうのは計算で分かるはずです。なので、まあ、こういったものがすべてデータが揃っていて、もう計算もめちゃくちゃ頑張っていいのであれば、おそらく予測できると。 でまあ、この天気予報がそういうことをしてないのはなんでかっていうと、まあ、そもそも湿度とか気圧を全部知るっていうのは難しいことですし、でまあ、そこから何かを計算するっていうのも、まあ、実際問題、ものすごく時間かかっちゃって、もう明日に間に合わないわけですね。なので、まあ、天気予報が、えっと、確率的に見えるっていうのは、結局その計算が手に負えないとか、湿度や気圧、そういった情報が不足しているから、結果として、えーまあ、現実的にはこういった、えー、天気予報が確率的に見えると。 いうふうな形にななっているわけですなので、この日常生活での確率的な現象っていうのを見ると、その確率の理由っていうのはどこから生じているかっていうと、基本的には我々の知識が不足してたりとか、あと、なんか計算が手に負えないとか、そういったことから、普通は確率的な現象というものが現れてくるわけです。はい、でも、これが通常の確率、我々の常識にのっとった確率なわけですけれども。 もうちょっと話を、えー、同じ話をするんですが、われわれの常識ではですね、なのでこう、例えば、ボールがなんかこう、密室があってですね、密室の中になか机が1個あります例えば、誰かがボールが机の上か下に存在しますよと、密室の中にある机の上か下に存在しますよというふうに言ったとすると、これは当然、その密室の中に入れない人にとってみると、確率2分の1で机の上にあって、確率2分の1で下にあるわけですね。 そのボールの位置を確認するまでは、まあなんか見てみないと上か下か分かんないので、なんか確率的な事象に見えるわけです。で、なんか場所を確認するっていうのを、まあ物理でのテクニカルな、えー、ターミノロジーとして、まあ測定というふうに言ったりしますが、まあ測定する前っていうのは確率的に見えるわけです。ただ、1点だけ当たり前だけど重要な点っていうのは、こういった我々の常識、確率的に思えるかもしれないけど、実際確認するかどうか。 ボールの位置を測定するかどうか、そういったものとは無関係に、ボールはすでに机の上か下には存在していますよねまあ見、見るまでは、まあ、どっちか分かんないなと思ってるけど、まあ、実際なんか密室の中には、もう必ずボールは上か下、どっちかに存在するっていうのは決まっていることだと思います。なので、これが我々の常識で理解する確率的な現象というふうに、えーまあ、思えるわけです。ところがですね、 量子の世界に行くと、こういった常識がすべて成り立ちませんよと、なんかそうじゃない変なことが起こりますよっていうのが、量子力学の教えるところになっていまして、で、それを理解するのが、まあ、トンネル効果を理解するのに非常に重要なポイントになってきます。で、まあ、量子の世界でどういうふうなことが起こるかというふうに言いますと、まあ、ここで、えー、と左の例ではですね、その密室があって、密室の中に机があって、その上にボールがありますよ、下に、上か下にボールがありますよっていう話を今しましたが、 まあそれをですね、まあ、ちょっとアナロジーとして、えー、原子がその密室の中の机の、まあ、その机の周りに原子がありますよっていうふうなことをちょっと考えてみたいと思います。で、まあ、量子力学を教えることっていうのは、ですね、まあ、原子がこの机の周りに存在するよって言ったときにですね、実は測定、場所を確認するまでは、この原子の位置というのは定まってないというふうなことを量子力学は教えます。 なので、まあなんかこれはあのざっくりと書いてますが、この絵を見ると原子がたくさんあるように見えますが、あくまで原子は1個なんです。原子は1個しかないような状況であっても、その原子はどこに存在するかっていうのは測定するまでは決まってない。そういうふうなことが量子の世界では起こります。で、まあ重要なのは、これ本当に知らないんじゃなくて決まってないというところが重要なところです。こののの我々の常識左左ですね。左だって、 あの知らなかったら上にあるか下にあるかっていうのは、なんかまだ決まってないように見えるわけですけれども、まあ実際にはボールの場合は上にあるか下にあるかっていうのも決まってるわけですね。でも量子力学っていうのはそうじゃなくて、我々が知ってるとか知らないとか、そういう話じゃなくて、本当に原子がどこにあるか、まだ定まっていないというふうなことが起こる、これが本当に量子の世界では標準的にもう至る所で起こっていることになります。 で、じゃあ、いつその原子の位置が定まるんですかっていうと、測定と、まあ、中身を確かめるわけですね。密室を開けて、どこに原子があるんですかっていうのを確かめる。その測定した瞬間に、原子が例えば机の上にあるっていうことが決まるというふうな、そういうふうなルールが量子の世界では存在します。で、まあ、重要なのは、このどこにあるかが決まるんですけども、そのどこにあるかっていう位置は確率的に決まる。なので、ある時は、なんか、 どこにあるかわからないものを測定したら、机の上にありましたって出るかもしれないし、あるときは全く同じ状況で、なんかもうどこにあるか定まってない。で、そのときに測定したら、あるときは机の下にあるかもしれないし、横にあるかもしれない、右にあるかもしれない、左にあるかもしれない。なので、量子力学っていうのは、測定するまでは原子の位置っていうのは定まっていない。そして、測定した瞬間に確率的にここにあるよ、ここにあるよっていうのが定まる。これが量子力学のルールになっています。 なので、量子の世界を理解するためには、もうこの世界というのは本質的になんか確率をなんか、あのー、内包しているというか、まあ、この世界の現象というのは本質的に確率的なんだよというのを理解するのが、量子の世界を理解する上では非常に重要になります。はい、でこういうふうな状況ですね、その測定するまではどこにあるか決まっていないと、えー、いうふうな状況を、えー、重ね合わせというふうに、我々テクニカルには呼びます。 この重ね合わせっていうのは、これからちょっと何度も使う言葉なので、頭の片隅に置いといていただければいいなと思います。なので、この場合は原子の位置の話をしているので、あ測定する前ですね、こう,こういう状況ですね。この測定する前の原子の位置、原子1個ですが、その原子1個の位置が量子的に重ね合わさってるみたいな言葉遣使いをします。その意味は、その原子っていうのが一部、あの場所が決まってるんじゃなくて、もういろんなところに、こうなんか、 <laughs> というかありますよってあると言ってもいいし、ないと言ってもいいんですが、まだ定まってない、位置は定まってないというふうな状況にあることを量子的に重ね合わせているというふうに表現するわけです。で、まあ、これを、この理解をもとにです、ね、先ほどのトンネル効果っていうのを少し、えー、どう理解すればいいかっていうのを少し説明していきたいと思います。で、まあ、トンネル効果の説明のときにです、ねまあ、原子を1個壁に投げると、まあ、ボールと同じような感じでもう原子の位置が定まってるようにバコンと。 まあ私がこう絵を作ったわけですけれども、まずこれがあんまり正しくなくてですね、まあ、これ原子の世界、つまり量子の世界の話なので、まあ、測定もしてなければ、原子の位置っていうのはまずそもそも定まってないわけです。なので、初期の状況から原子1個の位置っていうのは、こういうふうに重ね合わせの状況にあって、どこにあるかはまだ定まっていないと。繰り返しになりますが、知らないんじゃなくて定まってないというふうな状況が、これが初期の状況になるわけです。 でまあ、実際ですね、例えばこれも数値計算になってくるんですけれども、すいません、これ、ウィキペディアからいただきました。えー、この壁と原子があるっていうのを、まあ、あの上から見たような感じを数値計算でこう書いてみると、まあ、こんな感じの数値計算ができます。まあ、数値計算というか、これは初期条件なんですけれども、でまあ、ここになんか白いところと黒いところがあって、でまあ、これが壁ですね、この左の,この壁に対応すると。で、この白いところは何かっていうと、この1つの原子が存在する確率が高いところ。 です繰,り返しに繰り返しを重ねますが知らないんじゃなくてまだ本質的にどこに存在するかは決まってないです。なのでこの場合真ん中が白いので、まあ、ざっくりと大体この辺に高い確率で原子はあるんだろうなというふうなのは分かるんですが、まあ、周りにもちょっと白くなっているのでもうちょっとこうなんか幅があって、まあ、この辺にざっくりと存在すると。ただこんなところにはあの原子は存在しなさそうっていうのが、まあ、これが初期条件として準備することができます。 まあトンネル効果の実験、何をするかというと、この原子をですね、壁に投げつけるわけなので、この雲みたいなやつがです、ねまあ、壁にどんどん、えー、壁に向かって動いていくというのがトンネル効果で原子を壁に投げるという,ふうなことになりますで。それを実際シミュレーションすると、これはシミュレーションの結果ですが、実際こんな動きをすると、その確率を表す白い、ね 雲みたいなものがですねこんな感じで動くよっていうのを、まあ、数値計算でやることができます。これ見ると、ですね、まあ、白いやつが、えーはい、始まりで、白いやつが壁に向かって動いていって、でなんか壁の辺りにぶつかるときになんか変な動きをするんですね。で、変な動きをした後とに、まあ、大部分の白いところっていうのは壁からまたこう跳ね返って、これがいわゆる跳ね返りですね。跳ね返って元に戻ってくるっていうのが見えるかと思うんですが、注意深く見てみると、 このなんかふにゃふにゃってなった後に、壁の右側にもなんか白いものが動いていくのが見えるかというふうに思います。で、まあ、そこでちょっと動画を止めてみると、まあ、おそらく皆さん、パソコンとかスマホだと見れるかと思うんですが、この壁の右側にもなんか白い雲が現れていると。で、これ、白いの何だったかっていうと、原子が存在する確率を表すものだったわけです。なので、これ、壁にぶつかった後にですね、原子は1個なんですが、 この壁の右側に存在するっていう状況と壁の左側に存在するっていう状況が重ね合わせの状況になるというふうなのがそのトンネル効果をシミュレートすると見えるわけです。で、まあ、これ原子、まだ1個なので、なんかじゃあどっちにあるんだよって決めたくなるわけですけれども、原子の位置を最後決めるときには測定をすればいいというのが量子力学でのルールでした。でまあ、測定すするとですねこの白い ところがあの原子が存在する確率が高いというところなので、まあ、おそらく高い確率で、左の方が、壁の左の方が白いので、高い確率で壁の左側で原子が測定されるわけです。でまあ、その場合に我々は、あ原子投げたら壁の左側になんかこう跳ね返ってきたんだなというふうに思うわけですしただ、非常に小さい確率で壁の右側で原子が測定されることもあるわけです。なぜならここにもちょっと白いものがあるから。 でもその時には原子が壁をすり抜けたんだというふうに我々は解釈すると。なので、トンネル効果っていうのは、その位置が定まってない原子っていうのを壁に投げて、でそうすると壁とのなんかその相互作用みたいなものが起こった結果、壁の右側と左側に存在するっていう、そういうのの状況の重ね合わせができて、で、最後測定することで、跳ね返りか、それすり抜けたかが決まる。こういうのが、まあ、トンネル効果の仕組みになっています。 まなので、一番初めにトンネル効果、2つの点で不思議だなというふうに言ったと思います。まあ、1つは原子がすり抜けること、もう1つはすり抜けるのは毎回ではなく、たまにだよっていうこと、まあ、この2つが不思議だねっていうふうに言ったんですけれども、まあ、これはこの確率的っていう、そういうのをえー観点からする、理解するとですね、うまく説明つけることができます。まあ、原子がすり抜けるのはなんでかっていうと、まあ、そもそも原子1個であっても、まだ意思は定まってなくて、存在確率みたいなものしか定まっていない。 で、まあ、ちょっとこのシミュレーションを見ればわかると思うんですが、この原子の波、や存在確率っていうのは、壁と相互作用するときに、なんか波みたいにこう振る舞うんですね。で、1つの原子、1個粒子のはずなのに波みたいに振る舞って、でまあ、その波の性質を利用すると、なんか壁がをすり抜ける成分がちょっと出てくると。で、えー、壁との相互作用の結果、1つの原子なんですが、その1つの原子が壁の左側にある状況と右側にある状況、それの重ね合わせの状況ができると。 というのが、まあ、この原子がすり抜ける一つの理由になっている。で、まあ、すり抜けるのは毎回ではなく、たまにっていうのは何でかっていうと、あこれが重ね合わせですね。えー、それは測定することで、確率的に位置が決まるからです。もう説明しましたが、この跳ね返った後ですね、左に出る確率の方が高いですが、たまにこっちにも測定されそうですよね。なぜならこっちにも白いものがあるから。なので、こういった、えー、存在確率としてしか原子はまだ存在、測定前には。 原子は存在確率としてしか存在してないというのを理解すると、このトンネル効果というのは、まあ、ある意味理解できるわけです。で、まあ、これが一応トンネル効果の説明になるんですけれども、えー、多分トンネル効果、初めて聞いた人は、ですね何を言ってんだよというふうに思うと思います。まあ、これは実際に正しくて、あのー、本当に量子力学でも正しいし、実験してもこういうふうになるっていうので、まあ、正しいのは間違いないんですが、なかなか直感的には受け入れられないんじゃないかというふうに思います。 まあその一つの理由はですね、おそらく、我々の体だって、原子から構成されてるわけですね。で、今言った通り、原子っていうのはトンネル効果みたいなのを起こしてで、その本質は何かっていうのは、原子の位置っていうのは、測定するまでは定まってないっていうところにあるわけです。で、そうするとですね、まあ、原子の位置が測定するまで定まっていないのであれば、原子からできている我々の体だって、その位置、我々の体の位置だって、測定するまで定まらないんじゃないかっていうふうに、なんか思えてきますよね。 でも、まあ、私は今、兄弟の自分のオフィスの中にいて、自分の位置っていうのは定まってると思ってますし、まあ、実際定まってると思いますが、いや、でも、そしたら原子の位置が定まってないのに、あなたの体、我々の体の位置が定まってるっていうのはおかしいんじゃないかというふうに、まあ、すぐ思えてくるわけです。なので、 この量子重ね合わせって本当になか奇妙で正しいんだけど、なかなかなんか我々の直感と合わないというか、我々の日常生活に基づく直感と全く合わないような現象になっているわけです。なのでですね。まあ初めてこういう話を聞くときには、多くの人はおそらく何か量子客って変だよね。って、これなんか胡散臭いし間違ってんじゃねって思う人もいるかもしれませんし。しまあ、不完全な理論なのではと思う方もまあいらっしゃるかもしれません。 まあ実際ですね、量子力学って、えー、100年ぐらい前かな、に大体あの、まあ、完成されたとされていますが、えー、そうですね、100年ぐらい前さあの、完成されたとされているんですが、まあ、その当時であっても、まあ、物理学者の中にでも、ですね、やっぱり量子力学って、なんか現象をうまく説明できるけど、間違ってるんじゃないとか、不完全なんじゃないっていう、まあ、そういうふうなことを言う方々は、まあ、たくさんいたようです。 まあその気持ちは分かりますね。まあ、先ほど言った通り、原子位置決まってないって言っても、我々の体位置決まってるんだから、なんか変だよねっていう、だからその気持ちはわかるんですが、まあ、実際です、ね、その量子力学が完成して以来、100年近く経ってです、ね、まあ、これまで多くの実験っていうのが直接的、間接的に行われてきています。で、それもこれまでのすべての実験結果っていうのは、量子力学によって矛盾なく説明できるので、 まあ気持ち悪いんですけれども、やっぱり量子力学っていうのはおそらくまあ正しいだろうというふうに思われていますし、まあまあまあ、そらく、そらくじゃなくて、まあ、絶対正しいような理論になっていると。で、先ほど、そのトンネル効果の気持ち悪いところの一つとして、原子の位置は測定するまで決まらないと、これ結構気持ち悪いよねというふうに強調して言ったんですけれども、まあ、こういったこともですね、まあ、ちょっとある過程は置かないといけないんですが、実際に、 本当に原子の位置って測定するまで決まってないんだよっていうのが、まあ、実験で実際に確認もされています。で、まあ、この確認されたっていうので、えー、昨年のノーベル物理学賞が受賞されたわけなので、もう本当にその重ね合わせ、定まってないですよ、場所定まってないですよっていう、そういう考え方って気持ち悪いんですが、正しいと、絶対的なこの宇宙の真理だよっていうのが、まあえー、我々の、えーまあ、知っていることになるわけです。なのでですね、まあ、量子力学、 本当に気持ち悪いから、すぐに何か間違ってるとか、不完全だとか言いたくなる気持ちは分かるんですが、どちらかというと、間違ってるのは我々の直感の方で、まあ、間違ってるとも言わないですが、えー、まあ小さい世界までなってくると、えー、我々の直感っていうのは通用しないような、そういった現象があるよというふうなことが、まあ、あの現代物理学では分かっているというふうなことになります。まあ、こういったことが分かるのは、やっぱり物理であのやってるならではで、なんかあの面白いなというので、まあ、私が物理に進んだ一つの理由にもなっています。 はい、で、ちょっとなんか話しすぎた感がありますが、まあ、あのこれがまあ量子力学の話になります。すみません、質問もたくさん来てるんですが、ちょっと先に進ませてください。で、まあ、この量子力学あの、本当に不思議な現象っていうのがいっぱいあるわけですけれども、まあ、それを情報処理に応用しようっていうのが、えー、まあ量子情報処理の話になって、ちょっと次のステップでは、そういった今説明した重ね合わせとか、そういった不思議をどうやって情報処理に使えるか。 っていうそういういいいい話をしていきたいと思いますすみません、ちょっと急ぎ足になります。で、えっとまあ、先ほどトンネル効果っていうのを説明して、変だよねと、まあ、直感的になんかおかしいようにも思えるけど、でも正しいんだよという話をしました。ところがですね、このトンネル効果って、実は我々が知らないだけで、我々の身の回りにたくさん、あのー、存在しています。でまあ、近年の研究では、例えば DNA ですね。 まあ我々の体って DNA に設計図が書き込まれてるわけですけれども、この DNA の中でもトンネル効果って起こってるんだよ。まあ、起こってるのは間違いなくて、でその DNA の中でトンネル効果が起こるっていうのが進化の一つの理由になってるかもしれないっていう研究が、まあ、本当に真面目に研究されていて、まあ、なので我々の体の中でもちゃんとトンネル効果って起こってるんですね。あと太陽っていうのはまあ我々のスケールでは安定して、 核融合で、まあ、バンバン爆発しているわけですけれども、まあ、爆発が、えー、起こっているわけですけれども、その太陽が核、えー、融合で爆発できる一つの理由としては、トンネル効果が起こっているからというふうなことがも分かっています。なので、まあ、我々が知らないだけで、実はこの量子の非常識、トンネル効果っていうのは、もう日常に実は溢れてるんですよね。で、最近はちょっといい時代になってですね、実は皆さんが今見ているそのものもトンネル効果を使っています。 でそのものって何かって、おそらくこれ、ズーム配信なので、パソコンとかスマホを見ていると、こんな感じで皆さん今、座っているかと思いますが、そのパソコンですね、まあ、より正しく言うと、パソコンの中のフラッシュメモリー、スマホでもいいですかそういったメモリーっていうのは、最近はこのトンネル効果をうまく利用して作っています。なので、まあ、トンネル効果って気持ち悪いんですけれども、本当に至るところに存在するし、なんならむしろ我々めちゃくちゃ使っているというふうな現象になっています。 まあなので、この例からも分かる通りですね、結構、量子の不思議な現象って、なんか情報科学、コンピューターとかインターネットを実現するのに、割と相性がいいですね。まあ、それは、もうメモリがあの量子現象でできている、トンネル効果でできているっていうのからも、ちょっと分かるかなと思います。で、この考え方をさらにもうエクストリームにバンバン進めていこうっていうのが、量子情報のやってることで、まあ、トンネル効果どころじゃない不思議な量子現象をより積極的に用いて、これまでの情報処理をはるかに量駕するような。 そういった情報処理を実現しようというふうな研究をしているのがこの量子情報科学というものになります。で、えーとまあ、コンピューターとか暗号通信、インターネット、まあ、こういった全ての情報処理がですね、もっとトンネル効果よりももっと不思議な量子現象を用いることで、まあ、グレードアップする、スケールアップするわけですけれども、き、まあ、今日はですね、ちょっとあのコンピューターに着目して、そのコンピューターに 不思議な量子現象を用いたものを量子コンピューターと我々呼んだりするんですが、この量子コンピューターがどんな感じで動くかというのを重ね合わせという観点から少し説明していきたいと思います。なので、これから先は量子コンピューターがどうやって動いているのかという話を少ししていきたいと思います。はい。で、まあ、コンピューター、まあ、我々何に使っているかって、まあ、あの、<laughs> 大部分は YouTube 見るるととか、ね、かそんんなことに使ってるかもしれませんが、まあ、一応コンピューターがやってることっていうのはなんか問題を与えたらなんか計算してくれて答えを返すっていうのが基本的にコンピューターがやることかなというふうに思います。例えばここに書いてあるのは問題、すごく簡単な二次方程式手でも解けますが、まあ、これをパソコンになんかバババって数式処理ソフトに投げたら答えを返してくれると。まあ、これが普通のパソコン、コンピューターがすることになっています。 で、まあ、量子コンピューターを説明する前に、ですね、まあ、コンピューターがこの問題をどうやって本質的に解いているかというのを少しあの説明したいと思います。まあ、この問題の場合は別にあの全然違うアルゴリズムでも解けるんですが、まあ、例えばこの問題を解きなさいとパソコンに言ったときに、どういうプログラムで解けるかというと、ものすごくナイーブに考えると、例えばですね、X の値ですね、いろんな X の値を入れまくって、でこの等式が成り立っているかどうかをチェックしていくという、まあ、そういうふうな方式が考えられます。 例えば、x イコール0をまあ投げてですね、この問題の左辺をパソコンに計算させると。で、x イコール0だったら、左辺は10だよ。で、10っていうのは0じゃないよね。だから、0は答えじゃない。じゃあ、1はどうですか左辺は4だよ。と4は0じゃないから、これも1も答えじゃない。で、これを、で、2の場合は、左辺0になるから、あ二2が答えじゃん。まあ、そんな感じでですね、ものすごくざっくり言うと、普通のコンピューターがえーやってること、本質的には、 な何回も何回もさまざまな入力をコンピューターに、えー、入力してですね、さまざまな値をコンピューターに入力してで、何度も計算を繰り返すことで答えを見つけるっていうのが、まあ、例えばコンピューターでやる計算になるわけです。で、まあ、難しい問題の場合は、もう何,何度も何度もトライしないと正解にたどり着けないっていうのがあるから、まあ、なので難しい問題っていうのは、計算する回数が膨大になるから難しいんだよっていう、まあ、これが普通のコンピューターとの計算の難しさになっているわけです。 まあ非常に計算を繰り返すためには時間がかかるわけですね。でまあ、これが普通のコンピューターの話なんですけれども、まあ、量子コンピューターを用いるとですね、今度変な量子現象、まあ、先ほど説明した重ね合わせっていうものが使えるようになるので、ちょっと違う仕組みで計算をすることが可能になります。でまあ、どういう違う仕組みで計算が可能になるかなんですけれども、まあ、量子コンピューターを使うときにはですね、実はこの入力ですね。 先ほどは X の値を1個1個、まあ、コンピューターに入力して、で、コンピューターが計算して1個の出力を返すっていうことをしてたわけですけれども、量子の世界では先ほど原子がもうどこにあるかわからないと、原子1個なのにどこにあるかわからない、そういう重ね合わせっていう状況が存在しますというふうに説明したと思います。で、まあ、それと同じことをですね、この X の値でも実現することができます。なので、量子コンピューターを用いると、入力が X イコール0と1と2と3と4とっていう全ての入力を重ね合わせたようなそういった入力を量子コンピューターに投げることが可能になりますでまあそうするとですね量子コンピューター何やってくれるかっていうとこの重ね合わさった全ての入力に対して先ほどの計算ですね先ほどだったらこの、えっと、左辺を計算するっていうことをやってたのでこの左辺の値っていうのをもう重ね合わせさった全ての入力に対して1回で全部その計算を終わらしてくれる とということを量子コンピュータータはやってくれますなんかもうちょっとすごそうですよね。じめあの、普通のコンピューターだと、値1個上げてで、その1個に対して計算してくれると。で、1個の出力を返すっていうのが1回の計算だったわけですけれども、量子コンピューターの場合は、重ね合わせたもの、すべての入力を重ね合わせたものを投げれるので、でそれに対してすべて計算してくれる、同時に計算してくる。なので、1回の計算でものすごい並列的に計算ができるっていうのが、まず量子コンピューターのいいところになります。 ナイーブに考えるとです、ね、おそれめっちゃいいじゃんと。もうすべての入力に対して全部計算してくれるんだったら、1回の計算でもうすべての値が分かって、もう答え全部分かるでしょうというふうに、まあ、思うかもしれません。まあ、ここに書きましたが、ナイーブに考えると、普通のコンピューターで順次試していくんじゃなくて、もう1回の計算ですべてできるんだから、もう圧倒的に高速化できそうだと。で、まあ、確かに、まあ、こうなればいいんですけれども、実は量子コンピューターっていいところも悪いところもあって、これは実現できないんですね。 でこれが実現できないことは、今回私の説明の中でもう実はあのトンネル効果のところでちょっと説明していましてですね。なんでこういうふうにすべてのアウトプットを1回の計算で得られないかと。もう計算終わってるんだから、それ全部教えてくれよって思うかもしれませんが、それは量子コンピューターできないわけです。でまあ、その理由はあのトンネル効果のところで説明してましてですね。トンネル効果でその壁に当たった後できるその原子の状態っていうのは、壁の左にある 状態と壁の右にある状態の重ね合わせが、まあ、あの壁にぶち当たった後にできるという話をしたと思います。重要なのはこれ、壁の左と右の重ね合わせなわけですね。まだ左にあるか右にあるか決まってなかったわけですよね。なので、この量子コンピューターも1回で全て同時に計算してくれるんですが、出てくるのはそれぞれの値じゃなくて、この 入力この重ね合わせですね、この入重ね合わせた入力に対するこの左辺の値が、やっぱり重ね合わさって出てきちゃうわけです。なので、まだ決まってないんですね。なんか計算は終わってるんですけど、まだどの答え出すかみたいなのは決まってないっていうふうな、それが量子コンピュータの、えーのまずアウトプットになります。 でまあ、これ、重ね合わさってたら、われわれ情報を取れないというか、答え知れないので、まあ、最後何かの値に確定させないといけないわけですけれども、それどうやってやるかっていうと、えー、まあトンネル効果のとき、最後測定することで原子の場所をあの壁の左か右かっていうのを決めてましたよね。なので、量子コンピューターでもやっぱり最後測定しないといけないんですね。で、測定するとどういうことが起こるかっていうと、原子っての場合は原子1個だったから、必ず1回の測定で。 右右かか左左ににに現現れれるわわけけでですす、ね、確率的に右か左に現れてたわけです、まあ、それと同じくですね、量子コンピューターのこういった重ね合わさった出力を測定すると、ある入力値 x に対するこの左辺の値、この x2 乗引く 7x 足す10の値っていうのが、確率的に1つだけ得られるというのが、まあ、なんか量子コンピューターをナイーブに使ったときの結果になります。 まあどういうことかっていうと、まあ、頑張って量子コンピューター、すべての入力、重ね合わさったすべての入力に対して、すべての答えっていうのをもうな中でなんかこう、ある意味計算してくれてるんですけれども、最後、測定しないと、その値って得られないので、なんか1回目計算終わりましたと、量子コンピューター全部計算してきましたよっていうふうに言ってくれるんですが、最後、測定するり過程でですね、結局出てくるのは、1回目のその計算を終えて、で測定してみたら、あ実は入力が1の時は左辺が4だよっていう。 その1個のアウトプットしか返してくれません。1回の計算では。で、まあ、別に繰り返そうと思えば、2回目また重ね合わせた入力を量子コンピューターに入れて、全部計算してくれて、でも最後測定する過程で、あ今回、まあ,あの、X は3だったみたいです。その時、左辺マイナス2ですよっていうふうな、まあ、1個の答えしか返してくれない。なので、なんか、めっちゃすごいことできそうなんですけど、中で並列計算してくれるから、めっちゃすごいことできそうなんですけど、この測定っていうのが結構邪魔をして、 なんていうか残念ですよね。だって1回の計算で1個の出力しか得られないので、結局なんか古典とあの普通のコンピューターとやってることはあんま変わらないっていう。なので、量子コンピューターっていうのはいいところも悪いところもあるというふうな状況になっています。まあ一応まとめますと、量子コンピューターの強みっていうのは、入力を重ね合わせられること。まあそのことによって、無数の計算を1回で同時に実行できる。これが量子コンピューターの強みになります。 なので、計算の猛烈な並列化っていうのが可能になるので、なんかすごく強いところではある。一方で、計算結果、最後知ろうとすると、測定っていうのが必要で,で、この測定結果ってわれわれ選べなくて、もう確率的に一つだけしか得られない。もうなんか、もうそれはルールとして決まるものなので、確率的に得られると。なので、なんかこの弱みがあるせいで、もうめちゃくちゃナイーブに量子コンピューターを使うとですね、もう普通のコンピューターにランダムな入力を入れたっていうのと、やってること変わらないんです。 なので、これが量子コンピューターの弱みになります。なので、なんか今、結構量子コンピューターってニュースをにぎわしたりしているわけですけれども、なんか量子コンピューターがあれば何でもできるって言ってる人が仮にいたとすれば、それは嘘で、量子コンピューター、内部に使っちゃうと、普通のコンピューターとあんまり変わらないです。普通のコンピューターにランダムな入力を入れたのと全く同じものになって、まあ、全然強くならないというものがあります。あの計算が速くならないというふうな事情があります。ただですね、まあなんか強みもあるので、なんか 強みあるんだったら、その強みを生かしたまま弱みを消せないかっていうのを考えたくなりますよね。で、まあ、それをやってるのが量子情報の中の、特に量子コンピューター関係の研究をしている方々です。まあ、考えることっていうのは、量子の強みっていう、この重ね合わせて並列化できるっていう、その強みを保ちつつ、最後の測定が確率的になるっていう、まあ、これはルールとして決まってるんですが、この弱みをなんとか実効的に消せないかみたいな考え方でみんな研究をすると。 でまあ、実際分かってきたことっていうのは、まあ、これはまあ90年代に分かっていることですけれども、ある特定の問題に対しては、そういったことができるよと。この量子のスーパー並列化みたいなものを保ちつつ、その最後の測定によって確率的にしか得られないっていう、その悪いところをまあ消せることがありますよと。そういうふうなことがまあもう研究の結果として分かっています。なので、ある特定の問題、ここではあの例えば素因数分解とかそういった問題だったりするんですが、そういったものはなんか現代の スーパーコンピューターで1億年ぐらいかかるような問題を、まあ、量子コンピューターを用いれば8時間で解けるようになりますよ。そんなことが、まあ、分かっていたりします。まあ、これはすごいですよね、まあ。あくまでこれは特定の問題に限った話ではありますが、1億年かかる問題って、まあ我々の時間スケールではもう解けない問題ですよ。それを量子コンピューターあれば8時間っていう、まあなんか寝て起きたら解けてるみたいな、そういうふうなものになるので、まあ、量子コンピューターってうまくフィットする問題に対してはものすごく早くなると。 いうなうなののが、まあ、量子コンピューータのすごさになっていますでまあ、あのー、一つだけコメントしておくと、まあ、ここで特定の問題に対してはこれぐらいめちゃくちゃ速くなりますよというふうに言ったんですが、まあ、一般の問題に対して計算があの量子コンピューターを用いたときに 計算がどれぐらい速くなるかっていうのは、あのまだ分かっていない状況でして、さまざまな研究はもちろん行われていて、あのこの特定の問題の種類って、まあ、どんどん増えていってはいるんですが、なんかすべての問題が量子コンピューターで速くなるかって言われると、そんなことはなくて、まあ、そんなことはあるかもしれないですが、あるかないかは分かってないというふうな状況になっています。 なので、まあ、量子コンピューターの研究の面白さっていうのは、やっぱり強みと弱みっていうのがあって、なんとか強みを生かしつつ、弱みを消すみたいな、そういうふうなことを考えていくのが、量子コンピューターの研究の楽しみになっています。はい、ということで,で、すね、えーまあ、ちょっとざっくりとですが、量子コンピューターってどういうものだよっていうのを、まあ、重ね合わせっていうアイデア、それと測定で確率的に結果が決まるっていう、そういうふうな2つの考え方から、量子コンピューターの強みと弱みを説明してみました。 でまあ、ここでちょっと強調していきたいのが、まあ、私、一番初めに量子情報科学っていうのは、まあ、不思議な量子現象を用いると、これまでの情報処理をはるかに量ができると、まあ、端的に説明しましたが、まあ、研究をやってる立場からしてね、えーまあ、量子情報科学、なんで面白いかっていうと、その量子の法則って情報処理にとって都合がいい点もあれば悪い点もあると。なので、内部にやっちゃうと、やっぱり量子情報処理ってうまく動かない。 あのもう普通の情報処理普通のコンピューターとか普通の暗号普通のインターネットとあんまり変わらない結果になっちゃうんですがうまくその量子現象をこう組み合わせたりとか使うことで都合のいいところだけを生かしつつ 悪い点っていうのを、まあ、ちょっと実行的に消せるっていうふうなことができたりして、まあ、なのでな、なぜ量子情報科学が面白いと、まあ、私が思うかっていうと、全然単純じゃなくて、使えば絶対スピードアップしますみたいな単純な話じゃなくて、うまく組み合わせないといけないっていうところが、まあ、研究の面白いところになっています。はい、これが、えーまあ、量子情報処理の2番の、えー、ざっくりとした説明になります。 でえー、と最後、えー、と一応私の時計では7分ぐらいありますので、少しだけですね、まあ、その量子情報から今度は物理にどういうふうな、えー、インプリケーション、なんていうか、えー、どういうふうな,、えー、なんだ貢献があるかっていうのを少しだけ説明して、えーまあ、話を締めくくりたいと思います。はい、ということで、まあ、ここまでで,ですね、まあ、願わくば量子情報処理っていうのは、なかなかそのいいところを生かしつつ、悪いところを消すって簡単じゃないけど。 でも仮にそれが成功できたら、1億年で解ける、1億年かかる問題を8時間で解けたりとか、すごくあのメリットがありますよっていう、そういうふうな話をしました。なので、それが理由で、量子インターネットとか量子コンピューターとか、量子暗号もそうですが、そういったものが最近、脚光を浴びているということになります。ただ、ここまで話してきたのは、あくまで理論上の話で、じゃあ実際にこういったことを実験、実機としてですね、ものとして実現するためには、 まあ、あんまり簡単なことじゃないです。まあ、今度は実験の話をしないといけないわけですが、そもそもですね、まあ、我々が使おうとしていたこの重ね合わせ、重ね合わせを使うとまあコンピューターは速くなるよみたいな話をしてたんですが、もともと重ね合わせって原子スケールの話だったわけです。まあ、10のマイナス10乗とか、めちゃくちゃ小さい世界の話だというのは初めに強調したと思います。一方で量子コンピューターって、まあなんかまあ、1メートルというのが正しいかは分かりませんがある程度大きなものですよね。なので この量子重ね合わせをコンピューターに使おうとすると、こういった量子現象をまあ,ある意味で我々の日常スケールで実現する必要が出てくるわけです。ただ、これは全然簡単なことではないです。細かい説明は私、実験家でもないのでえまあ飛ばしますが、基本的にこの量子現象ってなんかノイズに弱いんですね。例えば、熱いところに置いといたらいろんなノイズが乗ったりすると思いますが、そういったノイズが邪魔をして、こういった量子重ね合わせみたいな現象は、 1, 1メートルとかそういったでかいスケールで実現しようとすると、まあ、非常に難しいあのだいたい普通はそんな1メートルのスケールでは重ね合わせみたいなものは見れないわけですなのでこういった量子インターネット量子コンピューターを実現するためにはこのノイズをどうにかしないといけないというふうなことが、えーまあ、問題が起こってくるわけですでまあ一応理論的にはですね量子情報科学の中でいろんな方法が、えー、提唱されてまして、まあ、これはちょっと今回言葉だけになるんですが まあこういったあの量子現象の邪魔をするようなノイズをキャンセルする手法として、こ言葉だけですが、量子誤り訂正というふうな技術が知られています。なので、こういった技術を用いると、このノイズが消えてくれて、ですね、実効的に消えてくれて、こういった重ね合わせをまあ結構でかい、マクロなスケールで実現できて、量子コンピューター、量子インターネット、量子暗号などが実現できるというようなことが分かっていると。 まあこれがあの現在の量子情報科学の理論のえ到達点になっています。で、その中でですね、その量子誤り訂正っていろんな方法で実現できるんですが、その一つの方法っていうのが、まあ、これもちょっと言葉だけで説明はしませんが、量子系でのランダムな時間発展を用いるというふうな手法が知られています。なので、まあなんか、 とりあえずあの原子といえども物理系なので何か時間発展するんですけれどもうまくそのランダムな時間発展を用いることでこの量子誤り訂正を実現できて例えば量子インターネットあの何か情報を送るとかそういうようなことができるようになるっていう、まあ、そんなことが知られているわけです。でまあここ本当にあのちょっと言葉だけになるんですけれども、まあ、重要なのはランダムな時間発展を用いると量子誤り訂正できて例えば量子インターネットが実現できるようになるよということが少なくとも理論的には分かっていると。 でこの話っていうのは、あくまで目標は量子情報処理、量子インターネットとか量子コンピューターを実現しよう、そのためにノイズ消さないといけないから、誤り訂正しないといけないよねと、そのためにランダムな時間発展、うまく用いようよ,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 よっていう、まあ、そういう話でした。なので、あくまでゴールっていうのは、量子情報処理を実現するための技術だったわけです。 ここまでの話っていうのは量子情報科学の中で閉じてる話だったんですけれども、まあ、こういう話がまあ10年前、20年前ぐらいにあの量子情報科学の中で研究されているとですね、まあ、当然、その他の分野の方々もそういう話をまあ耳学問として聞くわけです。で、まあ、当時起こったこと、まあ、10年前、15年前に起こったことっていうのは、まあ、これはあくまで私の推察なんですけれども、まあ、例えば素粒子物理の研究者たちがですね、まあ、こういう話を聞き,聞きつけたと。 なんかランダムな時間発展があると量子余り訂正っていうのができるらしいよと。そしたらんかノイズっていうのがなんかう消えるらしいよ。面白いねっていう。まあそういうのがまあソリュの物理とおそらく量子情報の研究者の方々の会話の中であったんじゃないかと思います。で、素粒子物理の方々まあ,あそれ面白いよねって思うと同時にですね気づくんですね。全く別の文脈で当然素粒子物理の方々は素粒子物理の研究をしてるんですが彼らはですねブラックホールとか これもちょっと言葉だけですが、量子カオスといわれる、そういったものっていうのの時間発展がランダムっていうことを知っていたんですね。まあ、それも全然トリビアルではないんですけれども、でまあ、こういうことが向こうの分野で、素粒子の研究としてまあ分かっていた。ところがですね、それがなんかそのランダムなんだったら、こっちの話と合わせると、なんかブラックホールとか量子カオスも、え量子誤り訂正ってものになってるんじゃないかと。そういうふうな発想が思い浮かんでくるわけです。 これはなんか割とドヒャーみたいな話で、なんか量子情報科学の人は何か情報処理を実現するために誤り訂正とか、ランダムな時間発展とか、うんたらかんたら頑張ってたんですが、実は自然界にもランダムな時間発展ってすでにあって、そしたらランダムな時間発展あるんだから、こういった物理現象ってなんか量子誤り訂正と関係してるんじゃないかっていう、まあ、ナイブに言うとそういうふうな直感が働くわけです。こういうことがきっかけになってですね、なんか量子情報の理論、 誤り訂正とかそういうふうなものを使うとですねなんかこういったブラックホールとかの物理現象の理解が進むんじゃないかというふうな機運が高まってきました、まあ、なのでざっくり言うとなんか情報っていう新しい観点からブラックホールとかカオスの新しい物理を理解して開拓できるかもしれないなっていう、まあ、それが最近ここどれぐらいでしょう5年10年ぐらいの最先端の物理の研究発展になっています。 でまあ、今回、皆様は極限宇宙と言われるプロジェクトの市民講演会に、まあ、来ていただいたわけですけれども、まあ我々のプロジェクトとして目指すことも、そういった量子情報っていうのをキーワードに、宇宙の在り方であったりとか、起源、あとはその物質との関係とか、そういったものを理解していこうよというのがあの極限宇宙のプロジェクトの目標になっています。はい、なので、ですき、ねえーまあ、今日の話を少しまとめるとです、ね、でまあ我々の世界っていうのは、小さいものからでっかいものまでこの宇宙に存在しますよと。 でまあ、小さいもの、例えば原子を、えー、記述するのが量子力学みたいなもので、まあ、この量子力学にはトンネル効果とか重ね合わせとか、そういった不思議な現象がたくさんありますよというふうな話をしました。で、まあ、一番初めに話をしたのが、まあ、この話になるわけですけれども、まあ、あるときですね、この不思議な現象、不思議な量子の現象っていうのを情報処理に応用するといいんじゃないかって思った人がいたわけです。それによって花開いたのが量子情報科学と言われる分野で、実際量子コンピューターとか量子暗号、量子インターネット、 え普通のコンピューターとか暗号ではできないようなことができるようになるっていうことが、えー、量子情報科学で分かってきたと。だから情報処理として面白いし量子力学もなんかすごい役立つんだねっていう話が、まあ、私の専門分野になっている。で、まあ、最後の部分で言ったのは、まあ、ここまでは情報処理の話だったんですがなんかその情報処理で用いるテクニックとなんかブラックホールとの類似性に気づいた人が「あ実は量子情報を使えば物理 に新潮流というか新しい物理をより深く理解できるんじゃないかっていう、まあ、そういう風な流れもまた生まれてですねまあなんかやっぱりいろんなものってつながっていて量子力学っていう物理から始まって情報処理に行ってで情報処理でいろんなことが分かってくるとあ実はそれってなんかブラックホールとかも関係あるんだねっていうことが分かったりしてまあいろんなスケールのものが とかいろんな違う考え方が、その、なんていうかあの、融合して研究が進んでいくっていうのは、非常に今、面白しろいあのと現代物理の発展が行われてるんじゃないかというふうに思います。まあ、なので、わ、まあ、割とそういった量子現象を情報処理に使うっていうのは、割と突拍子もない発想、今でこそ普通ですが、初めて聞くと突拍子もない発想に聞こえるかもしれませんが、まあ、実際それは成功したと。 で、なんかそういった量子情報科学の中の,あの誤り訂正とか、そういった技術とブラックホールの類似性に気づく、そういった偶然の気づきですね。まあそういったものが、やっぱり我々現代物理学っていうのを切り開いていくし、まあ、宇宙の真理を明らかにしていくんじゃないかというふうに思います。まあなのでですね、まあ、やっぱりあの我々研究者として、えー、突拍子もない発想、大体突拍子もない発想は、100個あったら99.9個ぐらいは突拍子もないで終わりなんですが、まあたまにはこういうものが、あの、 新しい科学を切り開いていったりもするので、やっぱりそういった発想、偶然っていうのを大事にするっていうのは、現代科学でも重要なのかなというふうに思います。はい、以上で、私からの説明を終わりたいと思います。ちょっと長くなってしまいましたが、ご清聴どうもありがとうございました。